せーの、みたらー。はい、第何回ですか今回。なんでおらんの、お前の企画や。第14回。第14回の、むちゃぶらがですね、今回のミッションは、はい、ちょっとクリスマスが近いんでね、はい、12月ですよ。そうですね。なので、まあ、ちょっとサンタクロースにでもね、なれたらなっていう感じで、うん、やってきたんですけど、はいはい、サンタクロースだから、だから、サンタクを当てる。あ、そうです、そうです、そうです。サンタクを当てる、全部で5個種目をやりまして、うん、そのサンタク当てを。でですね、キリンさん何勝ですか？俺は1勝やったかな。キリンさん1勝、はい、で、僕が、0ですね。はい、いい勝負になります。私が4勝でーす。ハリークリスマス。ハリークリスマス。ハリークリスマス。勝者はこの見た通り、ハッハッハッ。なるほどね。だからサンタクロースになれた。サンタクロースになったことね。だけになれたってことか。ということなので、罰ゲームの方、僕とキリンさんかな。はい、そうなるね。そうなりますね、残念ながら。今回は2人にやってまいります。はい。ということで、今回の罰ゲームは、こちらのものを使って、やっていきたいと思うんですが、こちらのトランプを使ってね、おう、サンタクをしてもらいます。なるほどね、3分の1か。で、ジョーカーは2枚と、うん、エースが1枚あるんで、うん、ジョーカー引けばいいわけ。ジョーカーを引くと、漏れなく罰ゲームが執行されるんで。なるほど。あ、じゃあエース引いたらやんなくていいじゃん。そう、エースを引いた場合はやらなくていいです。え、もうそれで終わり？俺らエース引いたらもうせんでいいの？エース引いたらしなくていい、いいですよ、もう。ただ、最初の1回目だけは必ずやってもらうんで。初当たり付きなんだ、それ。そう、初当たりは確定。それでは罰ゲーム執行します。むちゃぶら、むちゃぶら、むちゃぶら。とりあえず早速、はい、旗当たりは絶対やってもらうってことなので、うん、まあ、2人にこれを聞いてもらうんですけど、うん、キリンさんはその3人の戦いで2位だったじゃないですか、うん、で、カレンさんが B だったんで、うん、キリンさんにちょっと得点として、うん、最初の1つの罰ゲームだけは自分で選んでいいですよっていう得点。あ、選んでいいと思うね。分かった分かった。え、じゃあさっきカデヤさんやってやるじゃん。え、カデヤさんは選べないってことでしょ。カデヤさん選べない。じゃあさっきカデヤさんやってもらう。そう、カデヤさんとりあえずやってもらう。カデヤさんはここから聞いてもらって、うんうん、聞いた罰ゲームを、それで分かるからやってもらうので毒味になるので、はい、手入れて、はい、こっちに手入れてください。オッケー、カズヤ。で、好きなの1枚取って、2枚取ったら2枚できるから漏れなく、うん、全部取った、全部取った、全部やっていいよ。はい、レンゼルカモン。はい、じゃあそれをオープンしてください。レンゼルカモン、お願い。うーわ、何何何。よっしゃ。これめっちゃきついやつやで。わさび？ふんなきゃよかった。わさびせんべい。辛子せんべいじゃないんや。このわさびのやつとかすごい久しぶりだよね。うん、そうそうそう。え、この中さ、多分2枚と、あ、結果打ち合わせないんじゃん。まあ、とりあえず打ち合わせたもんや。はい、ここに、そうそうそう、ここに。で、なんか、オレオみたいなね。わさびオレオやと思うよ、さ。そんなもんでいいかな、持っていける。まあ、もう1個やるな。どうしようか。あ、でもめっちゃうまそうやよ、これ。いやいやいや、あるやろ、売ってるやろ、あるやん。そうそうそう、ほら。これがね、君へのご褒美だよ、トナカイ。へぇ、ありがとう。いや、羨ましいな。うん、大変だから。そうそうそう。それ割っちゃうとなる。おぉ、もう、いや、意外と合うんちゃう、これ。うん、すいません、すいません、ちょっと SOS も今回ありませんし。あ、そうだね。お水もありません。うん、第2回くらいの時にさ、同じことやったじゃん。そうそうそう、うん、全く同じ反応してるよね。そうそう、今回量少ないから飲み込んでくださいね、全部。あと、こうなったらしばらく喋らないっていうのも鉄板なんですよね、カデヤさん。もうカデヤさんって言っちゃったけど絶対喋んない。そうそう、ここカメラの方も向かないし喋らない。そう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 、結構これ鉄板なんですよ、鉄板の下りなんですよ、ムチャブラ。マイク、こう、そうそうそう、ムチャブラのうつむくっていう鉄板の下りです、うん。カメラが喋る前に食べて、本当に食べないからね。あー、じゃあ終わった。おー、来た来た来た。急にな、急に思い出すからビビるわ。やばかった、もうこれきついです、はい。え、終わり。大丈夫、トナカイとして大丈夫ですね。トナカイ、トナカイ撃沈です、もう今ので。じゃあ次ね、キリンさん1回目行きましょう、初当たり。うん、やるんやろ、俺は初当たりは、うん、サービス。まあ、そうやな、わさびせんべいいったらおもろいんやろうけど、ちょっとここはやっぱ目が
メガホン？メガホンかな。いいですか？ケツメガホン、ね。ケツメガホン。構えよう、キリンさん。カモン。いくよ。セット。ゴー。ヨン。あっ！余裕やな。いやつくー！絶対痛い。絶対痛い。サバつけ受けてんから、それはあかん、それはあかん、サンタクロースの冒涜やろ、それは。俺がルールだ。はい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 、はい、もう次、こっち。いや、つまんねえよ。はい、じゃあこっから、もうあれでしょ、うん、66パーループってことでしょ。そうね、うん、こっからだからこのトランプで、エースを引いた人は、抜けられます、うん、オッケー、もうマジで抜けるで、俺エース取ったらもう。どうぞ、選んでください、カナダさん。3分の1で抜けられます。いやちゃんと左角に置いたのにエース。こいつ心理性弱いな。じゃあ、聞こうか。はい。おもろいけど。これだ。あー、酸っぱいお茶。はい、酸っぱいお茶。あ、これだ。酸っぱい。酸っぱいお茶。うん、とりあえずさ、半分入れるよ。え、半分でいいの、サンタさん。いや、これまでやるからね、この罰ゲーム。あ、これでも、ちょうど溶けきってるぐらいがいいんじゃないの。なんかもう、よくわかんないよね。あーでもほんまや、溶けたきりに全部見た目がさ、もうただの水、そうそうそう、水みたいな。意外とこれいけるって。いきます。はい、どうぞ。ん、まずいだけなんだけど。酸っぱいとか辛いとかしちゃう。いや、意味わかんない、意味わかんない。 T さんどうする？俺の心理戦ね、できないからね。あ、じゃあ、まあ、俺の独断上でいい。うん、右角が好き。右角、逆に攻めてられるんですよ。こっちが怖いします。右角、右角にしとけよ。そうそう、トイレに行くときは俺結構右角にするから。うん、キリさんも選ぶ。なんか真ん中上出てない。それ取れってこと。俺だ。オッケー、ケー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 。はい、2回目以降は選べないんで。いや、66パーたまんねえわ。ゴムパッチーン。キリさん、いい？いい、もう。いったー！いったー！これは痛い。これは痛いなー。マジで痛い。じゃあ、カデさん引いて。いきます。うん。え、なに？そっち向いたまま引くの？あ、別にそれはありちゃうだから。うん。引いたまま、向こう向いたまま引くのもあるから。イエス！イエーイ！これ。うわ、からせんべいだ。あー、でもそれきつい。これはいいよ、引いたわ。これぐらいにしてあげて。あ、なるほど、くっつければいいんだ。くっつけるじゃん。なるほど、なるほどね。なるほど、先パーパーとして。いいっすね、いいっすね。くっつけてあげるじゃん。うん、なるほど。そろそろ、はい、じゃあ、どうぞ。いやいいよ、じゃあお茶置いときね、近くに。じゃあちょっとね、もう2分ぐらいここから暇なんで。もう呼んでるやん、からしとわさびが。カデヤさんを呼んでる。直感出る。どうぞ。マッチョンタイガー。あさあ、わさびせんべい。ああ、ほら、ジョーカー洗濯バサミ。あ、初めて。そんなんあったん。なんすか、この洗濯バサミって。はい、あ、好きな場所を挟めんねんや。うん、じゃあ、花田さんたちにバンビってもらおう。そうですね、はい。バンビも行くよ、もう。花、行くよ。はい。
バンビーやった瞬間、うってなった。よし。ずっとずっと挟まれてた。これや。え？ここで来て。俺もう一回。ちょ待って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 。うんたー！うんたー！はい地味なやつ、酸っぱいお茶、はい、まずい。いくぞ。ああああああイエーイ。いや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 、もうこれは何も言いませんぞ、お前ら、マジでキリンさん、おめでとう。上がりです。全然良かったな。いや、本当ありがとうございます。キリンさん、おめでとう。頑張って。やったね。頑張る。こっからもう、俺らは、俺はずっと見てるだけでしょ、カルヤさんも。うん。そう。罰ゲーム受けた後、必ず喋らない時間をずっと眺めるだけでしょ。そう。まあ、あとはその時間。これ。イエーイ！ジョーカー！抜いた。はい。苦い。苦いお茶。すごいな、後味もめっちゃ残るで、あれ。うん、でも唇苦いもん。うん、奇跡的な弱さなんだよ。やばいよ。でもキリンさんとの駆け引きちょっと見たい、俺は。見るんかい。よっしゃー、ジョーカー真ん中、出てた、真ん中エース。せっかく優しさを出してたのに。はい、甘いお茶。おお、甘いお茶来た。まだ余裕あるな。あ、甘い。じゃあそれをパチスローで例えると、パチスローで例えると輪郭ですよね、もうね。意味が分かる。激甘いですよね。ああ、甘いね。ああ、そういうことか。なんかもうちょい最近まで例えられなかったの。ねえ、あるじゃん、いろいろ。性格悪いんですよ。いきますよ。きついなぁ、きつい、どっちにしろきつい。あーあーあーあったー。ずっと左選ぼうかと思ってたけど。終わったー。いやでもすごいな、信じたで、引いたね、真ん中。絶対行かないと思ったでしょ。もう絶対行きたくなかったもん。絶対行きたくなかったけど、これで真ん中引かないでダメだったとき、多分俺相当へこむんだろうなっていう方が大きかった。あー、終わった終わった。毎回やるためめっちゃ疲れんで、マジで。これめっちゃ疲れんね。すごいな。今年も本当にありがとうございました。はい、では来年も頑張っていきましょうか。はい、はい、でということで、今回の罰ゲームはこれにて終了です。あとなんか今回サンタになった人にはプレゼントがあるから。 マジで、マジで、はい、よし。サンタクロース、ルンルンサンタクロース、ルンルンサンタクロース。じゃあこれは、うん、ジンに話しかけた読者さんがもらえるのかな。ルンルンサンタクロースくださいって。ルンルンサンタクロースください。 いらねえなこれ。じゃあまあ俺いらないんで、話しかけてくれた読者さんにあげます。そんなずっと持ったからダメなんだ。そうです。ただ誰も話しかけてくれないと俺は永遠に持ってることになるから、うん、早めによろしくお願いします。はい、わかりました。はい、宝にするってことです。はい、はい、はい、ではまた来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。良いお年を。